農民はフランスの作家オノレド・バルザックが残した長編小説。彼の死後、ハンスカ・プジンによって1855年に発表された。PSB が棒へ捧げた序文、第一編、第二編及び後書きから構成される。本来は未完だったのが、ハンスカ・プジンによって結末がつけられた。1834年バルザックはジュネーブで ハンスカ・プ人から次のような申し出を受けた。すなわち、彼女と彼女の夫、バツワフ・ハンス騎士のために、それぞれ一つずつ小説を書いていただきたい。自分には、カトリック像という題名で、それから、ハンス騎士には、王子主という題名で書いていただきたいというのである。ハンス騎士は、ロリオウクライナで3000人の濃度を刺激し、資産1000万ルーブルを要する王子主であり、 ハンスカ・プジンの方は当時のスラブ系貴族にありがちな特進の神秘主義者であった。少なくともバルザックの目には夫人がそういう風に映っていた。だからハンスカ・プジンの申し出は別に唐突でも何でもなかったわけである。冒頭で詐欺の材料とされる実際はいないカワウソ本文の一部分が新聞に発表されたのが1844年。 単行本としてまとめられたのが1855年で、あるから、この作は発表まで10年、完成までに20年かかったことになる。バルザックは長編を多く書き、従って、制作過程も様々だが、これほど不安に手間取り、書き出してから進行の遅かった作も珍しい。しかもバルザックはこの小説で散々手を焼いた挙句、とうとう中途で投げ出してしまい、 ついに未完成のまま1850年に世を去った。現在のような形で、農民が残ったのは、ひとえに彼の未亡人、すなわち十幾年かの昔ジュネーブで、バルザックに農民政策の第一歩を示唆したハンスカプジンのおかげである。彼女は再婚を幾ばくもなくして死に別れた二度目の夫の意向に手を加え、ともかく一応のまとまりをつけて出版したのであった。ありがとうございます。